ピーター・ジェフリー・ブロックはオーストラリアで最も知られ、成功した、レーシングドライバーの一人である。ピーター・パーフェクト、キング・オブ・ザ・マウンテン、または、ブロッキーなどのニックネームで親しまれた。40年近くのキャリアで、ホールデン、BMW、フォード、ボルボ、ポルシェ、プジョーなどに乗ったが、特に、ホールデンとは、非常に深いつながりがあった。ホールデン・ディーラーチームは、 ブロック仕様のレーシングカーのロードバージョンを幾度も発売している。三度の結婚で二人の娘と一人の息子がいた。死の二ヶ月前には孫も生まれている。華やかな女性遍歴でも知られる。彼の死亡時に乗っていたシェルビー・デートナの設計に関わったピート・ブロックとは別人である。1982年のブロック1984年。 バサースと優勝車両バサースと1000とダウン500でそれぞれ9度の優勝を飾りオーストラリアツーリングカー選手権において3度の年間チャンピオンに輝く V8 スーパーカーシリーズでは通算37勝を挙げたこれは最近抜かれるまでは史上最高の成績であった前世紀であった70年代後半から80年代オーストラリア国内のレースで 圧倒的な強さだったため、同国出身の F1 チャンピオン、ジャック・ブラバムやアラン・ジョーンズと同系列で語られるほどであった。何人かのオーストラリア出身のドライバーと異なり、ブロックは欧州でのフル参戦にこだわることはなかった。ルマン24時間レースには3度挑戦しているが、いずれもプライベートチームからの参戦であり、これといった結果は残していない。 1977年のスパ24時間レースでは2位に入った。飲酒運転撲滅キャンペーンにも協力的で、1970年代半ばからは競技車両番号に霊語を好んでつけていた。これは、故郷ビクトリア州の定める血中アルコール濃度0.05%以下をアピールするためのものであった。彼が事故死した時の車両番号も霊語である。 1984年のルマンでの失敗の後、精神的、肉体的なスランプに陥ったブロックは、ライフスタイルを大きく変更していった。アルコールとタバコ、あらゆる動物性タンパク質を断ち、ビーガンになった。また、エナジーポラライザーと呼ばれる水晶と磁石を使った、怪しげな装置を、自らの乗るレーシングカーに搭載する。結果、彼の状態は改善していったが、 周囲の装置に対する見解は最後まで懐疑的であった。1997年にはフルタイムでのレース参戦から引退した。2006年、タルガタスマニアにてピーターブロック基金を設立、公的な寄付を募り、若いレーシングドライバーを育てる運動を始めた。2002年と2004年にはバサーストにカムバック。また、 タルガタスマニアのようなラリーイベントにもしばしば参加する様になった。2006年9月8日の午前11時50分、タルガウエストラリーのセカンドステージにおいてゴールまで3トルの地点で高速コースアウト。コース脇の木に激突して即死した。同乗していた小ドライバーは重傷を負い。 事故時の様子が収められたビデオを警察が確認、オーバースピードによる操作ミスと断定された。家族とビクトリア州によって葬儀が行われ、28年間、連れ添った3度目の元妻がラジオを通じて、ファニへのメッセージを送った。オーストラリアにおけるモータースポーツの発展への貢献を表し、バサースとセイの優勝トロフィーには、彼の名前が付けられた。ありがとうございます。